で、809やろ、これ。809。で、こっち808なんや。え？え、どこ？ え、どこ？で、じゃあ、スタートでございます。僕はただいま、大阪は関西国際空港の第一ターミナルに来ております。ということはですよ、まあ、もうお分かりかと思います。うん、でどこ行くかももう分かってますよね。はい、こんな感じで、今日はですね、実はシルバーウィーク初日になっておりますね。はい、9月14日でございます。まあ、結構人はおりますね。結構人はいる感じでございますが、はい、今回僕はね、このシルバーウィークに旅に出ていきますが、今回の行き先はフィリピンのマニラに行ってきます。フィリピンのマニラでございます。はい、まあ、お分かりですね。はい、フィリピンのマニラに今から向かっていきたいと思いますが、今回はですね、ジェットスターに行きます。13時15分の飛行機で、今回はマニラに向かっていきたいなと思います。こんな感じですね。まあ、今回の動画ちょっとどこまで撮るかまだ全く考えてはいませんが、ひとまずですね、フィリピンマニラ編の動画を始めたいなと思います。てな感じでちょっとね、チェックインの方していきたいと思いますので、早速動画の方スタートしましょう。レッツゴー。マニラからシドニー行って、シドニーからシンガポール経由で帰ってきます。あ、ではシドニーに行かれるチケットの確認を、はい、ありがとうございます。はい、ということでですね、チェックイン終わりました。はい、聞こえてたかな。聞こえてましたか。実は、はい、そうです。本日、今回の旅ですね、実はフィリピンだけではございません。はい、フィリピン以外にも実はね、行きます。多分聞こえてたよね。はい、てな感じでですね、まあ、ひとまず、はい、フィリピンに今から行ってこようかなと思いますが、一応なんか遅延なしで定刻みたいなんで、まあまあ、到着が何時だっけな、16時40分かな。はい、で、まあ、前回ね、僕ベトナムで、航空券をなくしましたので、はい、航空券をなくさないようにですね、これから、保安検査出国の方をねしていきたいなと思います。待ってろマニラ。はい、ということで、チェックアウトの方、チェックイン終わって、保安検査、抜けて、出国してきました。はい、でですね、ちょっと僕ね、インスタグラムを やらせてもらってまして、インスタグラムでね、僕結構その出発前にどこ行くとか結構告知してるんですけど、そこで聞かれたのが意外と知らない人多いんだなと思って、ちょっとお話ししとこうかなと思うんですけど、フィリピンって入国の際何かいるんですかっていうので、トラベルっていうのを72時間以内、マニラに到着72時間以内に、申請をしなければいけません。で、それはアプリからできるんですけど、それの申請だけすれば、あとは、QR コードが発行されるんですね。で、到着した時に見せる場合と見せない場合があります。はい、それも人によります。僕の経験上ね、その時に空港にいる職員による気がする。なんで、まあ、見せてって言われたら見せればいいし、それをもう画面スクショしておけばいいかなと思うんですけど、その e トラベルっていうのが、ただ一つ必要っていうのがあります。まあ、そんな感じでですね、まあ、エアアジアと違ってですね、ジェットスターはきっちり定刻通り飛ぶということなので、僕はひとまずこのままボーディングを待って、マニラに向かっていきたいと思います。
あ、そう、あのね、僕今ね、ここがゲートなんですよ。ここかな、はい、今回乗っていくのがここなんですけど、あの今ゲート前行ったらですね、僕が乗っていく飛行機ジェットスターがマニラ行きではなくシンガポール行きになっておりました。うん、あのシンガポール行きのジェットスターでマニラ経由で行くらしいですね。うん、なんで、経由地点でフィリピンマニラ行く人たちは降りるみたいな感じの飛行機らしいです。あんまりいないかもしれないですけど、あの本当にあのジェットスターで関空から行く人は、はい、気をつけてください。うん、まあ、そんな感じですね。一応ご報告も兼ねてでしたが、今からとりあえず行ってきます。はい、ということで、二ノ井秋野空港に到着しました。で、ほんでね、あの行きの時多分言ったと思うんだけど、あの飛行機は実はシンガポール行きで、マニラで、僕はまあ元でマニラで、ね、目的地なんて降りたんだけど、あの経由便って一旦みんな降ろされるんだね、シンガポール行く人も。ね、大変だね。ちょっと初めての経験だったからさ、経由便が。はい、ちょっとそういう驚きもありましたが、一旦今からですね、まあ、いつも通り、はい、イミグレ入国の方をしていきたいなと思います。よっ、Thank you。 よし、 Hello よっ、 Thank you。Thank you. Hello. Yep. Thank you. はい、ね、今ちょっと騒がしいと思いますが、はい、ホテル着きました。こんなとこですね。はい、ホテルの紹介はまあ後で軽くしますが、はい、今回はアメリホテルというホテルですね。Hello.Oh, I have a reservation. Check in, please. Stayed here before or first time? Yeah. First time? This hotel? Yeah. Here's the... Thank you. Huh? Okay, thank you. はい、チェックインしましたが、ちょっとおしゃれです。こんなところでございますね。結構おしゃれです。なんか、はい。思ったよりもおしゃれです。Oh, thank you. Yep. Thank you. Location, you're welcome. Your room is 811. Oh, okay. Welcome, sir, and thank you. Thank you, sir. はい。エレベーターはこんな感じですね。皆様、興味ありますか、エレベーター。これ、どっかのホテルもこれやったやんな。これ反応しづらいね。どこやったっけ、バリ島やったっけな。確かバリ島のホテルやったと思う。今回は8階ですね。8階です。はい、それでは行きましょう。あれ、意外と広いね。通路が広いです。おお。で、僕の部屋は8111。
811ですので、どこでしょう。あれあれあ、こっちか。え810 812どこあれで809だろこれ。809で、こっち808なんや。え、え、どこあれどこで、ここはなんか違うね。あ、いや、あ、完全にここ俺だけ孤立してる。孤立してました。はい、こちらですね。行きましょう。危な、はいはいはい、行きますよ。はい、ヒロチェックインです。ホテルやってきました。皆様少々お待ちくださいね。よし、ちょっと荷物を置かせていただきます。はい、はい、なんで軽くご紹介しますか。軽くこちらのホテルご紹介しましょう。こちらはですね、マラテにありまして、多分分かる人は分かると思う。セブンイレブンあるでしょ、あのシェラトンの近くに。その近くです確かね、確か違ったかもしれません。ただはい、このメインの繁華街の交差点のところにあり、十字路のところにあるので、はい、皆さん行きやすいと思います。知ってる人が多いと思います、このホテル。正直なんか、はい、口コミめっちゃ多かったんで、一旦ですね紹介しましょう。でこちらがドアですね。入り口黒を基調としておりますので、若干そのまあ暗さというものはやっぱね否めませんが、ただめっちゃ広いよめっちゃ広いよ、本当にめっちゃ広い。どれぐらいあるのかな、めっちゃ広いですよ。ほらだってこれ普通に多分どうだろうな、うん、広いです。はい、とにかく広いですね。で、こちらベッドが多分ダブルベッドぐらいじゃないでしょうか。はい、多分ダブルベッドですね。ここにベッドがありまして、ここにちょっとした椅子とデスクあります。でこちらにはテレビがありますね。はい、でここはですね、ご覧の通りルームサービスも頼めるみたいです。はい、でこちらに大きい姿見と、ここにスーツケースを置くあれがありますね。これなんだ、大きなもどっかにつながる道ドアなんですけど、開きませんね。はい、で、水があって、まあ、お茶系ですね。もうこういうの一切飲まないタイプなんですけど、はい、で冷蔵庫ありますよ皆様。これ結構ね大事だよ。あのね、フィリピンのマニラ来たことある人は分かると思う。マニラって本当にホテル代5000円ぐらいのホテルだと、だいたい5000円以下かな、ホテルだいたい冷蔵庫ないんですよ。はい、でなんとスリッパもありますし、はい、セキュリティボックス、ハンガーというのがあります。なんで、まあ、あとでちょっと料金言いますけど、この価格帯で冷蔵庫ついてるのは素晴らしいです。本当にマニラでは。で、水回りですね。こちら。洗面台。まあ、でも、こちらは一通り、シャンプーとかはありますね。シャンプー。ん？あら、何これ、ローション？シャンプーウィズコンディショナー、バスジェル、まあ、ボディジェルですね。で、ローション。で、ハンドソープ、歯ブラシ。なんでハンドソープがこれ2つもあるんだ。はい、歯ブラシですね。で、ドライヤー。てな感じでございます。で、トイレと。で、シャワーはですね、固定と動くタイプ2つ。
う感じですね。はい、で、これはですね、若干わかんないし使ってみないとあれですけど、水が溢れない高さはありそうな気もする。うん、こんな感じですね。はい、でこちらのホテルがですね、アメリホテルでございますが、皆様いくらだと思いますか。はい、こちらのホテルですね、意外としてました、うん、意外としてました。21,590円に、あれなんですよ、これ21,590円にあのね、もろもろ税金サービス料が3,000円ぐらい乗ってるんですよ。なんで、トータルの支払いが25,263円なので、6,000円超えてきますね。4泊なので6,315円でした。はい、まあそうですね、マラテ周辺、僕前回マカティ泊まったんであれなんですけど、マラテ周辺は結構まあ、フィリピンクロートの人はよくわかってると思います、コスパ悪いじゃないですかホテルそうだからちょっとね、やっぱ6,000円ぐらい出さないと、ちょっとね、他の国の 4,5,000円でなんか四つ星レベル、いい三つ星レベルが見つかんないんで、はい、ここに今回はしました。てな感じですね。あと、ルームキーのカードは2枚ついてくるので便利です。てな感じでございますね。で、あ、そうだ、空港に着いてから実は今回も前回に続きなんですけど、視聴者さんに声をかけていただきまして、これ見ていただいてますかね、ありがとうございました。実はなんかまあ、僕はね、喫煙者なんであれなんですけど、まあ、その方も喫煙者で、ずっと関空の喫煙所から僕を追いかけてくれてたらしい。追いかけてたあれ見たことあるみたいな。でずっと、あれここにもおる、ここにもおる、ここにもおるって、まあ、結局同じ飛行機やったんですけど、はい。で、まあ、マニラに喫煙所がね、新たにできたんですよ。ベイ14だっけな、本当に一番端っこなんですけど、あなたにできて、そこに行って、ちょっとね、一服してたら、声かけていただきましてね、まあ、この後なんか、アンヘレスの方行くらしいんですけど、はい、ありがとうございました。皆さんも気軽に声をかけていただけると、でね、トーキングしますんでね、よろしくお願いします。で、まあ、今回ですね、ちょっとマニラ、フィリピン、来てるんですけど、冒頭で、チェックイン時かな、はい、お伝えをしてるとは思うんですけど、実は、今回、フィリピン以外の国にも行きます。で、一応マニラが、滞在が5日間ぐらい滞在する予定になってますので、まあ、マニラはね、ちょっと、まあ、前回観光スポットとかは結構行き切った感はあるので、どうしようかなとは思ってますが、まあ、ちょっと今回はいろんな動画を撮ろうかなと思ってますんで、ぜひご期待していただければなと思います。といったところでですね、今回のこの動画に関しては、成田じゃないですね、関空からこちらのマニラまでの移動動画となりますが、ぜひですね、引き続き僕の方は動画の方アップしていきますので、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。といったところで、この後はね、マニラ編の動画上げていきますので、ぜひそちらの動画の方をお待ちいただきたいなと思います。てな感じで、今回の動画はここで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。これレンタルで年で払って、払えなかったら遺体出されるんだって。これも棺だしさ、棺の上で生活してる。え、寝てるか、ここで。ちょっと中入れてくれるらしいね、そのまま。やばい、とにかく狭いし、ここに10人2家族が住んでるんだって。